で,あとで,す、ね、25分 <laughs> で同姓同名そもそもですね式、まあえっと、別子の話または内容性の話もあったわけですけども特にそこで問題になるのは研究者の名前というのが一体どのぐらい重複するのかということがまあ興味の最初の対象になるわけですね。ですのでそのちょっと分析をしました。で既にですで、ね、に実は研究者 じゃないえっと、人間の、まあ、研究者だけじゃなくて、まあ、人間の集団に対してどれだけ生が重複してますかとかどれだけ生命が重複してますかっていうことをやっている研究している成果もありましてここではえっとです、ね、動性の数の数分布というのはべき乗に従うことが観測されていますでこれ確率的に PK って書いてますけどこれは K のマイナスガンマ上に。 えっと、比例、あ、比例じゃない、えっと、に従うと、その確率の法則に従うと。いうことをが分かっています。で、これはですね、えっと、簡単に言うと、同性の数のランク順分布っていうのは。べき定則に従う。ど、どういう意味かという、もっと簡単に言うと、ロングテールですね。えっと、左から。一番多い性、性の順を左からバン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 と並べてあげたら。一番最,最初にランク1に出てくる数と。 ランク2345バーッて数えた時にこのロングテールの形で生命同姓同名の数の分布っていうのが実は現れますよと。でこの同姓同名の数の分布っていうのは実はえっというののががこのベックさんが言った話ですで特にですね中国や韓国などのアジア系の人っていうのはどうしても名前が。 えと共通化してしまって重複してしまうけどもまあアメリカとかヨーロッパの人はそれほどでもないというようなえと文化の依存した形になっています。日本の図書館目録はですね実はいわゆるえと本の著者に識別紙を付与してますので同姓同名がどのぐらいにかぶああ分布しているのかというのがこのなんだろう目録を見るとわかります。 都市館目録そのものはえっと書誌ですけれども転記が著者名転記がありますのでそれをえっと分析するとやっぱりそうなんだなっていうことがわかります一つはナクシスキャット一つはジャパンマーク一つは T.R.C マークですでちょうどですねえっと西洋人も含んでるんですけれどもえっと東洋東洋人まあ漢字せ漢字の生命だけを抜き出して どれだけ重複があるかつまり同姓同名の重複があるかっていうのをカウントしたんですけれどもナクシスキアトルでこれ32万9,864件全体の中で9.71%の人の著者が重複してますと。でジャパンマークでは57万2,638件のところ12.77%の人が重複してますと,と。TRC マークでは46万4,962件のうち12.68%の人が 重複していますということが分かりましたでこれをですねちょうど先ほどロングテールと言いましても左から、えっと、生命の多い順に、えっと、ランクでバーッと並べてあげてで一番多かったのはこれは長篠宮20人ですねでジャパンマークでは29人で手足膜では27人がいてこんな形でロングテールのような形になっているとこういう分布を示しているということはこの3つを見ても分かります。 で両軸対数をこれジャパンマークだけ取り上げた例ですけどもこれをちょっとプロットしたらノーマルでスケールでプロットするとこういう形になりますけども実は両対数取ってあげるとこれがまあほぼ直線になるというのが ZIP の法則に従っているということでわかると思います。で実際にトップもですね名前も同じものをこうくくってあげると。 確かにですね。あの3つの転居自身には同じ名前が出てきますので、だいたい同じそういうこと、やっぱり言えるんだなということがわかります。で、またこういった同姓同名の重複の分布というのは、実はえっと母集団が小さくなればかなり頻度が低くなってきます。最初50万の10。10% 20%と言いましたけれども、それがえっと10万1万1000。 100とかでどんどんなっていくとその重複の率っていうのはえと減っていきますそういう特徴があります。